W って見た？あ、テレビ見ないんだ。ない、そう見てない。え、女性のやつってこと？そうそうそう、今日今さっきまで女性だけのネタ番組。W 見たことある？ああ、YouTube で見たことある。どうですか W に持つイメージ印象？その W を語る人いない、語ってはならないというか、そういう時代なんだなっていう。え、誰が1位だったの？ ベニショウガっていう人で、俺知らないんだけど、ああ、俺も知らないわ、全然ピンとこない、まあ。でね、まあ、まあ割とこ,うこの W を話すときに、俺は別に固有の芸名出さないでもっと抽象的に語れるかなと思ってて、W については。まあ、そうでしょうね。そ,うだよねそもそもその W つって、女性芸人の1位決めるっていう大会の存在意義から入るべきだよね、これね。え、やっぱ時代じゃないの こんなにさ男女が平等だって言っててさうーんなんでこれさだから男性の方がいっぱいだいて男性社会だから女性をやってちょうどいいでしょってことなんじゃないのあ,、うん、あれと一緒その電車の女性専用車両と同じことちょっと違うんじゃない女性専用車両は守るとか不安とかそういうのを除去するために。 だって、W はやっぱ男の芸人、特にテレビ業界とか男っぽいじゃん。だからなんじゃ、分かんないよ、単純にだからなんじゃないかなと思ったりこうなってくると、もう今ね、今のこの世の中で考えると、うん、分けなくていいんじゃないになっていかないのかなっていう、逆に怒り切れ出すみたいな女が、なんで W とか言ってんすかみたいな。 まあそういう人もいるかもしれないよね。こういう、なんから来年あたり出てくるのかなっていう。全員の中で戦いたいってやつもいるかもしれない。そうそうそう,そう。なんでそもそも女の人とだけの大会とか行ってんのみたいな、怒り出すやつらみたいな。<laughs> そういうフェミニストが出てきてもいいよね。いると思う。別に m 1もキングオブコントも女性は出ていいわけじゃん。うん。で、あっちの方はさ、その、 杉分けけししてるわけでしょ漫才の日本一、そしてコントのって分けてるのに、うん、W に関してはもう一緒なのよ。あそうなのどっちでもいいなんでもいいのね。女の人がやってさえすればいいのよ。<ー>審査っていうものがあ,あるようでない,ようない感じになってるっていうえ。でもだから、W って言ってるぐらいだから、そういうことでしょ。コンでで漫才でとかじゃなくて、うん そのだからお笑いのジャンルじゃなくて性別で1位は誰かってことでしょあそう面白い人じゃなくて一番女を決めるみたいな一番の女芸人を決めるか <laughs> 評価軸は女なそうじゃん評価軸そうじゃんダブルって言ってんだからそうそうそうでもそうは言ってないわけやっぱさそこはさなんか面白いとかなってんの <laughs> うん、うん、評価軸が面白いになっちゃってるのよなんかそ,んなそれはいいよね確かにさあこの中で一番女なのは誰でしょうといいよね 一番 W なのは、一番 W なコンビはみたいな。とかっで、うん、言うなら、タイトル通り、誰が一番面白いそれ、それの1位かでしょ。うん,うん。それの1位かって考えたら、W で1位は女性の1位とかそういうことか、なんか納得いったな。そういうことじゃないけどね、たぶん。たぶんね、たぶん違うけどね。<laughs> 審査員が基本ニヤニヤヘラヘラしてるのね、全員、ずっと。なんかね、その温かい目なの。まあ、でもそれはさ、多分近年、m 1もさ昔の頃すごかったじゃん、あの男子がいる頃とか。あ,ね、あの頃の審査ってもうすごかったじゃん、ピリピリしてさ。うん、まあだから、あれから比べれば今、全部弱いんだけど、それにしても、の W の審査員の、もうなんか、ニヤニヤ感、すごいのよね。 ずっと。何やってもよ。どんなのやったって、なんか、なんだろう、辛辣なコメントがないよ。そう、だから、どう W だったかってことを審査で言ってたらいいよね。だったら、なんか、納得するけど。あの瞬間が本当に W でしたみたいな。<laughs> どういうことみたいな。<laughs> そうそうそう。でも、そしたら俺の中はもやもやなくなるんで、ああ、そうか、W って軸なんだなって全部思えるのね。で、それをお笑いとか、そのネタっていうふうに見ちゃってるから、 も,もやもやすんのなんかね。今日のはなんか、ボル塾聞いたことあるはい。全然なのよ。え、これ嘘、嘘みたいな。で、いろいろ考えちゃったけど、まあ、思い返すと、W だったのかなってのはある <laughs> そ<う>したら、<laughs> これ一人、おばちゃんですげえ面白くて、ピン芸人で。うん。う俺、笑っちゃって、うわ、面白いと思って、なんかもう、ただ、もう、考えない笑いって感じでもう。なんて人白木っていう人。 白木っていう。ちゃん。へ<ー>でもそれ負け,負けちゃったんだけど、でもそういう意味では、W じゃなかったかもしれないと思う。ああ<ー>。女ってそうじゃないよねみたいなことなのかなって言われた <laughs> でね、まあもともと俺がその女の笑いで面白くないって思うことはほとんどなんだけど、いまだにね、そのだから面白くないっていう根本的なところをクリアできてないコンビがいて、うん。それはね、その、 漫才の中で、声のトーンとか、顔つきとかで、際ものな演技、際ものな役を買って出てる片方が、つまり、その太、なんていうんだなまあ、集大的なキャラを演じてるはずが、それは例えばそ、そいつのもう顔の雰囲気とか、声のトーンで、それを演じてるわけよ。要は、うんあの あるでしょキャラもので片方がやべえやつっていうなんか話の先が分かってきたぞ俺今おじゃあいじゃあここで問題です何 <laughs> ですかっていうじゃあ誰ですかあっ誰ですかっていうあじゃあいやいやその先のななん<あ>俺が今ここまで行って何を俺がこのと言うかっていうクイズでつまりそいつは集体は何だろうなそれ太ってたりわかんないよその人が太ってる 撮ってるとか、見た目とか、変な顔とか、突拍子もないキャラっていう、なんか変なやつとして笑わせたいのに、なんかそこを今こういう時代でいじれないから、なんかそれも可愛いですねみたいな感じで、笑い、そこを笑ってくれないみたいな、そういうことじゃないんだ。惜しいね。まあ惜しい。まあそう、そういうことなんだけど、うん、えっとね、そいつの場合はね、えー、答え言っていいすかも。う。 いいですかそいつはそのヘアスタイルとか化粧をちゃんとしてた、うん、えどういうことだからなんか、もうヘアスタイルや、あもうごめん、同じこと二回言っちゃうけど <laughs>、まあ、ヘアスタイルもなんかその、もう女性として、なんていうんだろそのそれなりにモテるようなヘアスタイルに、それなりにモテるようなメイクをしてる見た目。 で、ただ単に、それをもってして、普通に開演をするわけだよね。そういう漫才の中で、なんか、痩せられない女みたいなものを演じて、ときに、すごい、モンスターのような声のトーンや顔の表情を使ってみるみたいなことをしてて、だからそこが、これは一つ、その、絶対超えられないんじゃないかと思って、そういう、そこにそ、その。ああ、その他人の目線というか、女性としての目線を入れ,入れちゃってるのが。そうそうそう、それがさ、 で俺、いつもこれ、対比で出したくなるのは空気階段のモグラなのよ。<laughs> 空気階段のモグラは、一個たりとも男として格好をつけたいことはしないじゃない。確かに。で、あのキャラを演じて面白いじゃないっていう。うん、で、俺、かつて男でも、なんかそこが、そうできてないやつはお笑えてない気がするのよ。なんかい、生<ー>き面惑に収まりつつも、もうその中での強人を演じてみせるみたいなやつ。得意とか でもなあ、得意得意は、なんだろうな、すごいのって、そういうキャラを演じてるわけじゃないんだよね。なんていうか、得意ってかっこいいけど、でも、あれさ、うまいのはさ、こういう人なんだって思わせれてない。まあ、確かにそのと。あれが得意があの見た目のまま、なんだろうな、その、すごく気持ち悪いものを演じてみせると、多分変になるんだよ。だけど、あれって、 多分、ね、得意なんだと思うんだよあれがっていう,うん俺三拍子とかダメなんだよあ<ー>三俺三拍子好きだよ三拍子は俺見た目をシュッとしてるのに、うん、あの変なキャラを演じてるっていう,うん、うん、そこの相反が俺は女性芸人のそれと似てるなと思うんだようん、うんえー、俺でもあいつって変なやつだと思ってるけど確かに生き様が 出てないみたいな感じです、つまり。つまり、そうそう。だから、そこは相反すると。あは生きまじゃん。ね。うん。そう、そうそう。得意も、行きざまな気がするんだよね。<laughs> え、でも、それ、言語化、ちゃんとしないと、<laughs> 気のせいみたいな<う>得意は何でだろう多分、一つには得意は、あの、漫才自体が、コント設定じゃないからだと思うんだよね。うん、ああ、そうか。普通に、普通の漫才として、終始、それで入れるじゃん。 そういうキャラを演じたってるコントチックなもんじゃなくてこの人かっこいいけどこういう人なんだなって思わせてるかどうかなのよん、うん、好きないる好きな女性芸人ってえー、ピンつこないなユリアン・レトリーバー面白いよねでもユリアンも完全に女性たる容姿っていうのを逆手に取って面白くしてるよねまあ その女性ある意味使ってるっていうかそうそうそう女性あのなんかメイクとかをしないようにしてますっていう消極的なものよりもっとマイナスにベクトルを振って女というものを使った面白い風な見た目で持ってくっていうそうだよねゆりやん,うん、うん、はそうかそこで考えると友近っ,ってすごいよねああ友近は絶妙にすごい、ね、あの人ってそういう意味で容姿に関してはさなんか、うん 普通なんだよね、あの人って。別にあの、すごく損なうこともなく、別に普通にメイクもするんだけど、うん、そういう違和感がないんだよね、そこにこう。何であの人は一つ、一番いいロールモデル、女性芸人の鏡だよね。うん、まあ、でも、そんなこと言うと多様性。<laughs> でも、だからそうだ、この話すときは、もう W だよねっていうしかないのか。それ言ったところで。 ちょっとでも面白いのがさ、m 1とかキングオブコントの時って、そのツイッターとかのタイムラインとかって、うん、まあなんかみんな面白いっていう声であふれるのよ。うんうん、それは誰だろうとね。けど、W の時に見ると、なんかだめ、うん、だこりゃとか、何これみたいな声って結構多いのよ。それ男じゃないのまあそうなのかもしれないね。伊藤さんんみたいなうん まあでもそういうなんかコンペみたいなのが増えれば増えるほどいろんなやつが出れていくんじゃない、うん、そんな厳しい目で見てないんだよみんな今いいんですよいいんですよこれでって多分うんそんな感じではあるわうんでもそうなってくると結局それを勝ち得た人の喜びも少なくなってんだろうねその分ねまあそうかもね要はあのカジノで言えばベッした分が多い から、リスクがあるけど、取り分も多いみたいなところを、これ、みんなで、そんな大負けしないようにしましょうみたいな、レート下げて、だから負けてもそんなあれだし、じゃあ分かった、この話、どう持ってきたいかっていうと、W はそういうんじゃねえんすよ、一見、なんか、キングオブコントや m 1のような、その系譜にあって、すごい一番お番面白いのを決めてるみたいな感じになってるけど、そうじゃないと。 はうんうん、いうところ、ね、うやってる本人たちが一番分かってるかもそういうんじゃねえと。うん